こちらはリバティですが、シーチングなんです。東海さんのリバティはシーチング素材なんです。タナローンとは手触りは違います。今回はこちらの布でファスナーを袋口につけたミニタート作りたいと思います。こんにちは、うさんこです。お元気ですか？今日はファスナー30センチを使ったミニトート作ります。これくらいのミニトートで、でね、あのトートバッグなんですが、ファスナーをつけて袋口しっかり閉まるようにします。あと D カーもつけてポシェット的に使えるようにもしちゃいます。材料はこちら、バッグ本体の表布、裏布、あとは持ち手でファスナーとファスナー部分の布で、私ショルダーにしたいので D カンと D カの布です。表布は2枚、裏には接着芯貼っていますよ。サイズは 25cm×33cm、 25cm×33cm です。2枚用意してくださいね。裏布は表布と同サイズ、2枚用意してくださいね。サイズは 25cm×33cm、 25cm×33cm です。次は持ち手です。サイズは 10cm×30cm、 10cm×30cm です。裏には接着芯貼ってありますよ。次はファスナー部分の布、表布と裏布になります。サイズは 4cm×33cm、 4cm×33cm です。裏布も同様です。表布の裏には接着芯貼っていますよ。ショルダーにするなら D カン用の布が必要です。 5cm×5cm、 5cm×5cm です。 D カンに合わせて調整してくださいね。まずはこれらのパーツから作っていきますよ。持ち手と D カンとファスナー部分を作ります。持ち手は中心に向かって紐状に折って縫ってくださいね。パーツさえね、作っちゃえばあっという間にできます。紐ができたら次は D カンです。 D カンを通して 5mm で仮縫いして輪にしておきます。中心に向かって折って紐状にしてサイドを縫います。縫ったら D カンを通して縫い代 5mm で仮縫いしておきます。次はファスナー部分です。袋口につけますよ。ファスナーの金具は下向き、布端から 5mm のところにファスナーをセット、ファスナー端から 5mm のところをずっと縫っていきます。もうね、ここはずっと縫ってしまえば大丈夫です。縫えたら裏布を中表に重ねます。先ほど縫ったこの表布の 2mm 下のところをずずっと縫っていってくださいね。ここもね、ダダダダッと縫ってしまえば大丈夫です。縫えたら角をカットします。重なりが厚くならないように角をカットしておきます。ファスナーの際を縫い押さえておきますよ。今回は表布だけ縫い押さえることにしましたよ。反対側のファスナーにも表布を縫い付けていきます。布端から 5mm、ファスナー端から 5mm のところをダダッと縫えたら、裏布は中表に重ねます。表布の縫い目の 2mm 下をずずっと縫っていってくださいね。角はカットして、ファスナーの際を縫っていきますよ。縫い代は表布側に倒して、ダダッと縫います。縫えたら、表布は表布、裏布は裏布と重ねます。ファスナーの金具の外側を縫います。縫い代1センチぐらいを目安にしてくださいね。縫えたら角をカットして、縫い代部分を爪でいいのでね、ギュギュッと開いて、表布と裏布を重ねておきますよ。パーツができたらバッグにしていきますよ。表布の中心から 4cm、 4cm のところに持ち手を仮縫いします。持ち手の端を 5mm ぐらい出すのは、まあしっかりとね、縫い付けられるようにです。縫えたら
表布を中表にしてコの字に縫って袋状にします。縫い代1センチで縫ってくださいね。縫い代1センチで縫えたらざっとね、きちんと開いてもいいんですが、縫い代を開いてまちを作っていきます。まちは8センチです。まち作ったらカットしてもいいんですが、私はね、そこに縫い留めちゃいます。カットしてもいいですからね。サイドと底の縫い目を合わせて8センチのまちを作りますよ。ダダッと縫ってくださいね。ね、縫えたらちょこっとね、裏布の縫い代に縫い付けておきます。で、先にね、多分こちら表布のサイドに針縫いしておきます。布端から5ミリぐらい出してタブを縫い代5ミリで仮縫いしてくださいね。あ、その前にバッグの縫い代角ね、カットしておくのがおすすめです。表布出来上がりました。では裏布コの字に縫って、サイドに返し口作ってまちを作ります。返し口を忘れずに作ってくださいね。縫い代をね、ざざっと開いて8センチのまちを作って、裏布のまちは底だと分厚くなるので返し口ありますがサイドに縫い留めておきます。この3つをね、今度は合体させていきますよ。表布にこのファスナーパーツを中表に重ねます。ここのね、サイドを合わせます。サイドが厚くなるので一応縫い代のね、角を全部カットしていったんです。次は裏布を中表に重ねます。ファスナーがちょっとね、気になるかもしれないんですが、端を合わせてぐるっと縫ってくださいね。ここの重なりがね、結構厚いのでミシンを手で回したりしながら、あの厚い部分は乗り越えてくださいね。縫えたら返し口から表に返します。表に返したら返し口を閉じて、袋口のね、形を表布がこんな風にね、ちょっと出るように形を整えて周囲をぐるっと縫っていきますよ。できました。完成です。かわいいのできました。やっぱリバティいいですね。シーチングなのでタナロンよりね、やっぱちょっとしっかりとした感じには仕上がります。で、まちはね、8センチですよね。袋口の部分はだいたい7センチぐらいになりますかね。ちょっとこのファスナーちゃんと閉めちゃうと端っこの部分で開けづらいかもしれませんが、気になるほどではないかなと思います。中にね、グッと入ってるので、こうファスナーがね、こうススッとね、端っこの方だけ行きづらいことは確かです。ここの部分は硬いので、ミシン場合によっては手回ししてくださいね。で、高さは19センチぐらい、持ち手のところは10センチぐらいですね。さほど大きくないのでショルダー使いするのがね、おすすめだと思います。持ち手がついてると手に持つこともできていいですよね。皆さんもぜひ一度作ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。 Twitter、Instagram もあります。チェックしてみてくださいね。ではまた別の動画でお会いしましょう。じゃあね、またね、バイバーイ。